はい、ビル・エヴァンス・ピープル7コーラス目いきます。このまま最後のコーラスでガーッと盛り上がるかと思いきや、割とそうでもなくてスッと終わるみたいな。なんかこう、なんて言ったらいいんだろう、こうちょっとまるで人生を表しているような、本当に深い、全体通してすごい深い演奏ですね。まあ、こうやってぶつ切りに、ね、切ってるとこうわからないんですけれど、その辺のまとめ方とかが本当にもう、人なんかこう人間性が出てるなというか、ちょっともう一回言ってみます。忘れちゃった。
Bluetooth 用のこのスピーカーだと全然聞こえないので、下が。ちょっとだいぶ低音の方とか抜けてるかもしれないですけど。前のコーラスでやってるかもしれないので、ちょっとそれごめんなさい。もしかしたら間違えてる部分があったら勘弁してください。ここはメジャーですね。で、Bフラット。で、最終コーラス、Bフラット。ここだから第7コーラスは、ずっとイメージができてて、その前の第6コーラスは、イメジャーから B フラットに行って、それでここで第7コーラスで E フラット、イメジャーにまた戻るっていう、ちょっと変則的な感じで撮ってるんですけれど、なんかこうちょっと穏やかなのってものすごくなんか集中できないとか弾きづらいですよね。練習不足で下手くそなのもあるんですけど、なかなかここアルペジオだったとか、なんかそういうところこだわると、なんかこうやっぱり人のものって弾くのってすごく大変っていうか、なんかこう縛られてる感じがして、だから本当クラシックの演奏ってそういう感じなんですよ。なんつったらいいんだろうな、やっぱり書いてあるのに弾くのっていう、こう自由じゃないですよね。それ自由に弾けるようになるには、相当やっぱり時間かけないとっていうか、だからなんかそのアルペジオとか細かなところをその精密に弾こうとかって考えなければ、別にそのテンポとかも
しくメジャーするんで来てるの初めてじゃないかな、唯一多分。書いてあるのを聞くとどうしても、まあ、制約があるというか、はい、まあ、心なしかだいぶバテてきて、本当最後の最後で本当疲れてる感じになってきたかな。あと残り1コーラス、だんだん頂上が見えてくると、もうなんか最後の最後でヘロヘロになるっていう、なんかそんな感じですけど、はい、以上です。じゃあ最後のコーラス、ご興味ある方はチェックしてみてください。ありがとうございます。